どうも、ひろです。口長です。そうですよ。これが口長です。はい。今日は、なんだ？ヘビです。ヘビが買ってきたじゃん。はい。これだ。ソニック、音波で製造。ソニッククリーナー。振動で汚れを落とす。細部の洗浄、花粉症対策に。花粉対策に、時短洗浄に。っていうことです。はい、これで僕たちのね、本体であるメガネ、こちらを洗っていきたいと思います。はい、じゃあメガネはあれですね、お風呂に、そうです、入れる感じですね。しかもこれ安かったんですよね。500円、ね、600円ぐらいかな。600円ぐらいね、何割引き、ね、400-500円引きじゃないですか。ね、そうだ、うん、やっぱり見えない、何も見えない。はい、はい、あ、水用意してます。下に吸盤ついてるって。下吸、あ、そうだっけ。あ、これどかす。はいはいはい、平らで安定した場所にしっかり固定してくださいと。行きます。まあ見やすいところでいいんだよ。ここね、大丈夫、そこで。はい、行きますよ。うん、オッケー。ポンテ 280ml の水を入れます。汚れがひどい場合は中性洗剤を数滴入れます。今450あります。余裕だね。あ、ちっちゃ、入るか、これ目がね。行きますよ。に450だから、ん、80ミリ、360まで、ね、この100の下、ん、あ、はい、あ、で420だ、あ、これ450入ってる、450、あ、そうだね。300いくつ、80ぐらいに、ね、分かんない。いきます。うん、はい、やばいね、拭くものとか全然用意しない。メガネがあれだよね、これがね、それで、どっちからやる。僕からいきましょう。3分かかるの？ 3 分です。ライト。汚れはね、皆さんに汚れを見せてあげます。蛇の色、俺の方が汚れてるよ。緑のカビ生えてるから。うわ、やば。カビが。見てください。うわ、やばい、見えてる？汚い。不景だ、不景。やばい。手の指紋。うわ。あと赤とかいろいろついてる。はい、これもね、いきますよ。うん、じゃあ、いきます、入れます。スイッチも、あ、電池ある、入ってる電池、あ、ちょっと待って、後ろについてる電池っぽいの、うん、あ、スイッチ、あれ、入れる前に水を、ちょっと待って、裏に電池の入れ方ってあるよ。はい、単四電池2個、別売りを。はい、じゃあお願いします。ふぅふぅ、単四はね、いっぱいあるから。え、これ肩、え、いける？いけるんじゃん？この振動でやるのか、ちょっと。テンテン、あ、強い。入れられる？ね？ちっちゃくて入らないやん、この大きさじゃ。はい。では、もう一回水を入れていきましょう。固定、はい、いきます。はい、折れてない、はい、これかな。うん、ではもう一回汚れをね、見ていきたいと思います。いやいやいや、いいよ、一回見せて、入れます。で、こう、上向きって書いてあるよ。こう、うん、メガネスやサングラスはレンズを上向きにセットしてください。いきます。はい、あれ、はい、はい、もうちょっとか、こうだね、でも、うん、入れるよ、じゃあもうちょっと、うん、そうだね、これぐらい、もうちょっと入れてもいいかもしんない。うん、やるぐらいまで、せっかくやるのに。なんだろうね、これなんか、これもう一段階あれしない、潰れない、ええ、まあいいか、これぐらいで、ねえ、いいや、え、はい、同じです。
で、で皆さんに見えるように、まあ俺たちもね見ないようにで、ね、それをかぶせていきます。レディー、そうなの、え、あ、そうか、そうなっちゃうのか。はい、オッケー。本当はこれね、本当はそれです。だけど見えないから今回これね、はい、押さえてでいい。はい、お願いします、はい、ではスイッチをお願いします。はい、スイッチオン。わあ、外すとずれちゃうみたいな。あ、じゃあ、あ、でもあれだよ、別にいいよ。あ、いいね、うん、あ、いいよ、いいよ。じゃあ、触れないじゃん。あ、いいね。で、そのまま30分、30分あれ、どっかにね、時間書いてあったんだけどね。時計がない。あ、待って、洗浄できるもの、メガネ、貴金属、プラスチック製もできる。お、マジでプラスチック、アクリルスタンドできる、これ。何、フィギュア、できないものとかもあるよ、いろいろ。コンタクトレンズ、宝石類、真珠とかね、メッキ、フィギュアは絶望品、まあいろいろあるな。フィギュアはこれ、うーん、これぐらいのちっちゃいのなら、ちっちゃすぎだ。いや、でも違う違う違う、チョコの苔、チョコの苔いるんじゃない。普通にそれじゃなくて水で洗い流せばいいだけで、そんな、はい、そんな、これ入れちゃっていいな、もういいや、入れちゃおう、いくよ。ええー。見て、意味ないじゃん、そんな、ね、汚れが取れるっていうの 見えるわけじゃないな。これは保証書だな、保証書はいらない。え、どっかに時間書いてないですぐに使える電池式。振動で汚れ落とす、水が飛び散らないようにってことだね、やっぱ。飛び散らないけどな、そんな変わんないって。さあ、楽しみですね。時間が痛っ、どっかに書いてないかよ、時間。3分、3分ぐらいってみたいな気がするんだけど、違ったっけ。時間測って、あんまり音うるさかったら、まあ、ここを早くするけどね。時間測ってないから、1回の使用時間15分以内を目安として。え、うん、15分、いや、いいよ、3分。確かに3分って見たよ。あった、はい、横に書いてありました。見える、見えない、俺が見えない。あ、ここから見える。あ、あった、約3分。うん、今1分ぐらい経ったかな。これ俺のレンズだね、これ。え、見える、そこ、見える、それ越しに、これ見えるよ、それ越しに見えるの。うん、どうなってんの。あ、そっか、近くか、うん、いや、見えないよ。じゃあ読むよ、うん、これは読むよ。あ、ごめん、はい、メガネ約3分、時計のベルト5分、メイクブラシ10分。はい、洗浄時間は目安、まあ完全に汚れが落ちない場合もございます。難しいね、3分って。まだあと2分、今経ってる、2分ぐらい経ってるよ。いつ、え、見てて、いつやるのかな。寝る前だとあれだよね、ずっと。まだ風呂入った時でしょ。風呂入った時に一緒にブーってやっとくんだよね、要は。そこ、風呂場に置いとくんじゃない。そうすれば、メガネって約3分だもんね、うん、でも別に置いといていいってことでしょ。風呂も3分もっとかかんない、ね、3分かかんない、10分ぐらいメガネもう洗っとけいいってことだな、ずっと。はい、じゃあ大丈夫だと思います。はい、3分ぐらい。ちょっと開けていい？いいよ。取れてるこれ。あから。大体吸えるじゃん。はい、切ってください。じゃあ拭いてください。あ、これタオルとかで拭かない、マイクロとかで拭いた方がいいと思うよ。その辺落ちてない、その辺。その辺。いいよ、使って、その。あり？あった。それも最高だよ。いいやつだ。マジで？こんな奇跡ある？新発さん、新発さんだ。アンパン。え？アンパン。新発さん、それもメガネかけてね。新発さん。じゃあ、行ってこう。
間だよな、隙間の。そうだよ。まあ、ライトはね、同じのにします。はい、はい、じゃあ行きますよ、皆さん、うん、まあまあ、ゴー。こっちの水はどう？いや、全然覚えてねえじゃん。水綺麗だよ、おい。変わらず。あれ、変わってねえぞ。わかる？白い、ほら。汚れだからね、傷とかは別に消えるわけないから。かけます、うん、冷たい。あのね、いつもさ、うん、まあ、お母さんとかが、ね、母とかが洗ってくれるじゃん、うん、メガネクリーナー。ああ、クリーナーあるね。ほぼ変わんないっす。クリーナーでやった感じってこと？感じですね、はい。じゃあ俺の やばいよ。モザイクだよ、俺の。白いの？白いの？本当に、はい、白いのは？白いカチカチは？ライトは？あそこ置いておる、俺は。いきますよ。ヘビ持って、ヘビ、はい、いいよ。ここ見て、ここもうすごいから。うわ、もうこれでわかる。緑のカビが生えてるから。おい、ちょっと、あ、眩しいな、これ。あ、ダメだ。はい、もうこれでわかるね、これで。切り取らないでしょ。うん、逆にして見せてあげて。よいしょ、ここだね、皆さん見えない。やばいね、もう茶色くなってるでしょ、緑とか。こうですね、すごい。汚くしときました、今日のために。はい、じゃあこれをかぶせていきます。お、風かな、いいんじゃないこれ。ん、ああ、この向きでいいか。この向きでいいじゃん、うん、じゃあ、せーの、ピッ。16分から開始です。時計あんの？あ、でもすげえ、え、今見たけど、わかる？わかんない、振動。おー、これほら、見て、このね、水のさ、俺の底のとこが落ちるかどうかな。ね、底が落ちてくれたら最高だけどな。振動で落とすか。はい、はい、どうぞ。あれ、お、え、わかる、わかる、マジで。え、やばい、え、わかる、わかる、やばいぞ。いや、いや、取れてねえ、惜しい。え、これ、あ、取れてる。もうちょっと時間かけた方がいいかもね。もうちょいか、今度こうしてみる。いくよ。いや、1分じゃつけて、これであと1分つけて。いや、取れてるんだけど、ただくっついてる。判断が難しい。あんまり見え、はい、いきます。はい、軽くちょっとだけ拭いて、はい、で、お願いします。はい、お願いします。新発さんぞ、新発さん、新発さんで、あそこまで。お願いします。どう、あ、でもね、ま、緑のは取れた感じだな。ね、ちょっと緑取れたね、うん、ここにあった汚れは、あ、ない、ない、なくなってるかも、汚れが。ほうほうほう、じゃあかけてみてください。いや、残ってるね、ちょっとね。まあしょうがないね。いや、取れてんだけど、ただで、そう取れてるね、多分ね。あ、取れた。うわ、あれ、すげえ、やっぱそれで擦れんじゃない、これつけた後。
要は汚れが浮くってことでしょ。そうそう、浮く、うん、うん、おお、ほんとだ。あの、メガネクリーナーでやったみたいになってる。ほんと、きれい。さ、これ、便利です。1週間に1回ぐらいやればいいかなって感じ。そうだね。うん、でこれした後に、うん、あの、ほんとにきれいにしたなら、これした後に、その、石鹸とかでちょっとこすって、汚れ取れば、ほんと取れそうだけどね。うん。うん、俺のはちょっと汚れひどすぎるから中性洗剤だっか入れた方が良かったかも。そうで言い忘れてたことがあって、うん、大体まあこれじゃないけど、うん、ねパリミキさんとか、うん、トップさんとかになんかよくさメガネ洗いましょうかっていうあるね、無料で ねそう無料で洗いますよって、多分まあこの会員その会員的なものだと思うんだけど、うん、うん、そういうのかなと思いました。なんかね、あれだよ、汚れが取れたんだよ。その、取れたのが別のとこにくっついてるっていう。うん、なるほど。あれ。水変えてもいいね。そうだね。あ、緑の。ついた、ついた。あー、ダメ。これ、爪楊枝でちょっとやりたい。長い時間になりました。はい。はい、で皆さんもぜひ、メガネをかけてる方はぜひ、意見です。調べてみてください。ご視聴ありがとうございました。